い、皆さんこんにちは。夕方4時の時間がやってまいりました。ぶっちゃけ本物美容クラブのお時間になりました。リスナーの皆さんいかがお過ごしでしょうか。はい、毎回毎回同じことを最初にお話しさせていただくんですが、人生100年時代と言われてる今、もう今ねマキちゃんが目の前にいるんだけどさ、もうこっち見てるのずっとニヤ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 と、はい、いきますよ、仕切り直し、はい、人生100年時代と言われてる今、さあ何をして誰とどこにいるか、そして長く生きる時代になってきたので、体のメンテナンス、お肌のメンテナンス、心のメンテナンスをどこでどういう風な形でやっていくか、誰にしてもらうか、そして誰にしてあげるかということで、先々の人生が長くなってくると思うんですけど、長くなってね、生きやすくなってくると思うんですけれども、はい、さあ皆さんはどんなことを今の時にもうすでにやっているでしょうかということで、この番組2年半なんですが、沖縄県の、もういろいろね、先生方とでも言いますかね、その方たちに結構、こう、いろんな、まあ、エステサロンさんというよりもセラピストさんとかね、ちょっとこの間もあのフェムケアの方だったりとか、そういう方に来ていただいていろんな話をしてもらってるんだけど、まあ、いろんな昔と違って、ただほら体癒すのもマッサージだけとかじゃなくてね、マッサージにもいろいろ、例えばヘッドマッサージが最近あったりね、足つぼはもう昔からあるのかな、こうパーツに分かれてだったりとかあるんですね。で、やっぱね、沖縄っていうところが私思うんですけれども、結構ね、なんていうかな、自分でこう良かった、自分がここは良かったから私はこの先生になろうとかね、これで人を癒してあげようっていう人たちがすごく多くて、まあこれはやっぱり自然に触れてる沖縄とか、あと青い海の沖縄とか、暑い灼熱の太陽の沖縄とかね、なんかそういうちょっとこの日本は日本でもまたちょっと普通のこう、普通の日本って言っても変な意味ですけど、変な意味じゃないんですけど意味ですけどじゃないどういう意味どういう意味になっちゃうのちょっと怪しい意味になっちゃったりして、自然と近い、そうそうそう、なんか違うよね。だからそういうのでね、あとね、県外から来てる人もすごい多い、多いですね、多いよね。セラピストさん特に多いかも。この癒しの島でまた癒しの、こういうメンテナンスしたいっていう、なんか方が多い気がします。私の周りも、いっぱいいるよね、そうで、今ねこの声を出してくれてるのがマキちゃんなんですけれどもね、最近、まあ毎回登場ということで、ちょっとマキちゃんとりあえず自分の説明、私の説明言ってみようか私は、トラックを使用したボディ、移動式のボディケア、サロンカーっていう形で、はい、やっぱり予防医学の一つであるカッピング、中国の中医学の一つのカッピングだったり、カッサだったり、まあ、足つぼだったりっていうのをはじめとしたボディメンテナンスを行ってます。やっぱり人生長い、長い人生、ちょっと寝たきりの、老人よりはやっぱり元気で、本当に自分でトイレも行って食事もできてっていうのが一番だなって私も思うので、日頃のケアから、大事だよね。そうですね、っていうのを、はい、取り入れてやってます、そうだよね、で、なんかほらマッサージのちょっと今日の、私なんかテーマかなんか決め、今ほら、結構その時でぶっちゃけで、いきなり気になりそのまんま、なんかその時の感情と気持ちで発信しているというねそういう番組なんですけど、ちょっと今日マキちゃんと2人でしっくりなので、なんかテーマ何がいいかななんか思った時に、人生を、人生って言葉が私結構自分のワードで出てくるんだけど、なんかその今マッサージとか言ってたじゃん、ボディケアとか、それに対してマキちゃんが、ちょっとマキちゃんのことを改めて聞きたいなと思って、でそれに対してなんでほらそれをやっぱやりたいと思ったのかとかさ、サロンカーってやっぱり皆さん知ってますか。なんかサロンカーってこうあんまり見ないんだけど、キッチンカーはね、多いけど、ね、キッチンカーブームだもんね、今ね。そうなんですよ。そうだけど、そのうちこうサロンカーブームのもう来るのっていう感じの
私も最初インスタグラムで、うん、そのマキちゃんのね出会ったのインスタグラムで、うん、あのんサロカーって何みたいな、うん、でもイメージ湧くのよね、だいたいキッチンカーのサロン版みたいな、うんうんはい、うん、じゃあさ中でさベッド置いたりしてんの、うん、だったらどんな大きさの車なの、うん、とか、ね、そうあの見る場合はね、うん、でそれでちょっと興味が湧いて、うん、マキちゃんにちょっと DM をねさせてもらったんですけども、うんはい、そのマキちゃんのまずその、うん、皆さんサロンカーマキちゃんのサロンカー見たことあるかな、みんな、ね、走ってるとこ黄緑のちょっと色も独特、あまり被らないですけど、うん、私メロンパン屋さんかと思って黄緑といえば確かにそう黄色はねカレー屋さんみたいなイメージがついてるような、そうそうだって今さないろいろほらメロンパン屋さん出てるじゃん、はい、あそっか、そうだからあのイメージさ、なんかあのイメージがメロンパン屋さんだ、はい、それにしてはでかいなみたいな確かにこんな大きさいらないよなっていうぐらいの、そう佐川急便ぐらいの、そう大きいよ ね、 ね大きいですね、そう結構そうあのインスタでやっぱ見つけてくれて来てくれる方も、うん、結構なんかでかいね大きいんですねとか、うん、なんかいかついですねとか言われます。いやいかついよ、だってあの大きさはさ、しかも あ, のあれですよ皆さん、あの普通にあの佐川急便の大きい方のトラック、うんうんうん、でしかもあの箱の大きさ、うん、あれをこのマキちゃんが29歳のマキちゃんがあの運転しながら沖縄県あちこち全島走り回って、でそこに止めて中で施術をしているという、でそれってさあの私ちょっとマキちゃんに聞きたかったんだけどね、はい、あのまあ特殊免許大型、うん、とかなんかなるじゃん、あれ普通免許で運転できないじゃない、そうなんですよね、 そこもね、そうそれもすごい話があるんですよ、そこもちょっとこの人生にこういう人もいたんだなみたいなそういう人生をあの歩いてきてる人がいるんだなってことでちょっと、うん、あの聞いてほしいななんて思うんだけど、なんか勇気が湧くよあれは、本当ですか、うん、ちょっと言ってみて、なんかそれさなんかすごいんだけど、いろいろあのもうちょっとやっぱり可愛い、うん、あの本当にワーケンバスみたいなのとか、うんうんうん、なんか可愛いなるよ ね、うん、ねレトロなのとか可愛いのでイメージしていたんですけど、うん、なかなかまあ見つからなくて、キッチンカー制作するところとかも何軒か行ったりとかして、うんうんうん、そう、いや最初まあ車を探してたんですけど、うん、知り合いにもうサロンカーやりたいんだっていうのを言ってたら、うん、その知り合いの方がこの中古屋さんからこの車をキッチンカーにしてくれないかっていうので依頼があったって言って、うん、もうちょっと私にもう見せて回せるよっていうのでこのトラックと出会うわけなんですけど、うん、もう全然トラック興味ないし、うんうん、可愛くないと思ってるから、うんうん、まあ、見るだけとか思いつつ、うんうん、見に行って、うん、でもうーんまあそうだよなって一回はもう帰ったんですけど、うん、またちょっと可愛いなって思った車にベッドを置かせてもらってちょっと雰囲気見ながら、うん、やったのそれ、そう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 、うんうん、っていうのをやった時にクイックデリバリーの、うん、あの分かります、分かんない、何クイックデリバリーって、佐川急便とかで使われてそうな、こうあ運転席から後ろにこう、うん、そのまま行けるみたいな、はい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 、ちょっとこういう、うん、なんかね、うん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 、少しいじったら可愛らしくなりそうな、うんうん、あれを見せてもらってまた別の日に、うんうん、そしてそうあの施術ベッド後ろに置いた、全然使えなくてこのこう自分が回るベッド周りを回ることも狭い、狭い、うんうん、長さもないっていう、うん、っていうので、あ、まあ、じゃあこれも無理かってなって、うん、そしてまたこのまたもう一回トラックに戻ってベッド置かせてもらった、まあ、高さもあるし動きもまあまあ十分できるとかっていうので、なんかどんどんなんかちょっとよく見えてくるんですよね、とかね、こっちの方がいいやみたいな、いいやみたいな、でそうそう、エアコンとか、まあ、ブレーカーもついてるし階層ちょっと抑えられるかなとか思って、でどんどんなんかちょっと魅力が湧いてきて使えるの、もう実用性いったらこれかっていう風にやっぱもう切り替えて、そこは、うんうんうん、ね、そうそうってなって、うん、もう決断するんですけど、うん、よしこれみたいな、そうそう、うんうん、ローンも組んで、うんうん、でいよいよ鍵とこう、うん、ね、何でしたっけ、車検証をもらって車屋から、うんうん、もうこれで改装もしてもう出発できるぞっていう、うん、あの、まあ、全部整ったんだ、そうそう、車ができ、うん、あのもらったからもうあとは改造してこの出発し始める日を決めてってこう、うん、っていう時に、うん、あれって車検証見たらなんかおやおやみたいな、うんうん、それがすごいよね、やばいですよね、うん、
まあ、皆さん大体知ってるんですかね、この車の大体知ってるか。てかこれ知ってるっていうかさ、そこまで使うこれはダメなんだよなと思うよ ね、 うんね、これこうは無理なんだよなと思うよ ね、 ね、うん、って思うんですよね、うんうん、そしたらなんと、うん、車の大きさがあって詰める量があって、このそれをまとめた最大総重量、うんが自分の乗れる大きさのトン数とかで見るのに、これは6トンあったんですけど、うんうん、私の運転免許証なんと5トン限定がついでて、なんか取った時によってね、うん、大きさ普通免許に乗れる大きさっていうのは変わってきているっていうので、うん、今の人はもう全然乗れ2トンぐらいなんですっけ、え乗れないの、知らない、もっと狭まってるらしい。あそうなんだ。でも私の時代、うん、昔は乗れたってこと、8トンとか、あ8トンだよ、生産8トンぐらい、そうだよ8トンだよですよね、うんうんうん、で私5トン限定ついてるからもう6トンの時点でオーバーしてますよね、うん、わーおでもわーおですよねもう青ざめて、うん、もういろいろ調べまくって、うん、ゲントンとかあるみたいな書いてるし、うん、もういろんななんかそういうなんだろう修理工みたいなところに電話して、うんうんうん、これゲントンとかってできるんですかみたいな、うん、まあ調べるよねあちこち連絡してね、そうあちこち調べる、うんうん、そうそうそう、そしたらまあ一見の目のところでは、うん、いやいやお姉ちゃんなんか声聞く限り女性なんだけどどういうことみたいなとか言われたりして、うんうん、そうそうこういう車を買ってこうでやろうと思ってて、うん、でも免許がみたいな話したら、うん、変なの捕まされたらとか言われたりして、だってさそれ私思ったけどさ、うん、その契約する時とかさ、私が乗るってもう分かってるんですよ、うん、でしょ、それさ免許確認とかしないの、 なんていうの、いや免許証って出さない、 出します出すよね、でそう結局この車屋にも行ったんですよ、うん、このこういう事情でこうなってるんですけどみたいな、うんうんね、言った言った言った、うんうん、そしたらやっぱこの担当の人事務みたいな人は辞めちゃってたの、分かってんやねそれは最悪ですもう分かってない、だからただ車を売るだけ、それさそっち責任あるじゃない、半分はそうですよね、そうだよ、うん、もう本当にそっからもう最初のスタートから私はちょっとつまずいたというか、うん、でそれ何もう返品とかさ、返品っていうの、うんうんうん、あの契約解除とかさ、うんうん、なんかクーリングオフっていうのなんか分かんないけど、うんうん、あんまり物が大きすぎるから、うんうんうん、そういうのってできなかったの、でもローン会社も通してどうなんだろう、確かに、うん、いやでももう多分販売法とかなんか関係あるのか分かんないけど、車のこと、でもその時はもうショックな気持ちと、でももうこれやるって決めて買ってるから、うん、もうこれでやらなきゃみたいな、うん、これがいもうしかないって思ってもうトラック決断してるので、うん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 、もう結局は私は最終的にこの自動車練習場に通うわけなんですけど、うん、それさすごくないですか、ないですよね、だってさ普通はやっぱり販売者の責任あるよね、うん、まあ、自分も確認不足があるから半分半分はあると思います、うん、だってさ多分保証のとかなんかいろいろその、まあ、ローンを組んだって言ってたけどさ、うん、なんかいろんな面でさ免許証のコピーとかって取ると、うん、取ってます取ってるでしょ、うん、でそれで確認しそこを見なかったのか、その5トン限定みたいな、うん、ね、うん、こっちは8トンだよみたいな、うん、そう、それちょっとやばいかもね、うん、言ってみて、車屋さんの名前とか言って言えないよね、でも、うん、あそうそう、なんで私が車検証をなんかあれあれって見たかって言ったら、やっぱりこの最後、うん、なんかしょっちゅう行くたびに、うん、この対応する人変わるんですよ、うん、そこ怪しい、何かそのいる時のシフトじゃないけどなんかあるのかも、あのこれを買った変山ですけど、うんうんうん、担当の何々さんいますかって言っても全然違う人は毎回、そうなんかその私が行くっていう日にいる人が、うん、まあ、引き継ぎされてて対応するみたいな感じで、うんうん、まあ、引き継ぎはされてはいる、されてはいる、この人がこういうので、うんうん、こう契約してるっていうの分かってはいるから、うんうん、そうそう、まあ、そこはスムーズではあるんですけど、うん、そう最終的に車検証もらった時に説明する時に、うん、なんとかなんとかで6トンですみたいな感じで言ってた時に、うん、私があれと思ったから、もう最終のこの人は分かったのかなとか思って、そうかもよ、
それまでの人は何にも多分気づいてなくて、うん、そのまま流れでね、なんか流れやだよ本当に。流れあんまり良くない ねいろんな面で、ね、流れ的なのは ね乗るのはいいけど流れダメだ、ダメだ本当に。でもそれすごくない？それでさ、その何、結局何、大型を取り行ったってこと？特集？いやもうそう、まあ、大型でもいいとは思うんですけど、うんうん、まあ、とりあえずこの車が乗れればいいから、うんうん、5トン限定を解除して準中型、うんうんうん、あーそっか、あのもう普通免許とかそこまでは持ってるからってことね、うんうん、そう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 、じゃあもうあの5トン限定を解除しに準中型免許にするために、うんうん、教習所に行って、うんうん、説明を受けたら、うん、なんとそこだけじゃなかったっていう。ね、何？何なの？いやだからオートマで撮ってるから、うん、トラックに行くにはまずはマニュアル車にしないといけない、うん、オートマ解除からやるっていう、うんうん、マニュアルのそれは普通自動車、普通自動車で解除したの。いやだから私 もうこの受付の人に、私が乗りたいのはオートマ車だから別に5トン限定解除できればいいんですとかなんか言って、でも違いますとか言われて、そこでまた二重にこの私に課せられた。それさ、はい、2年前の本当に12月頃にちょうどマキちゃんさ、でも12月がさ、うん、なんかターニングポイントなのかもね。そうですね、うん、なんかもしかしたら、うん、確かに、うん、そうかもよ、うん、それでまあそれが12月に、じゃあ何、そのマニュアルを解除、あ、じゃあオートマ解除するところから始まって、それもう、何、乗る、実際乗るの、実車もあるの？そうそうそう、そうです、もうあの、うん、持ってるから、うんうん、あれ教習のマニュアルでももう、うん、何時間っていうのが免除されてるところがあるので、例えば 黄色は何とかで、そんなのも終わってるからね、うんうん、そういうのは坂道発進とかね、そんなのもね、うんうんうん、だから結局マニュアルで運転できるようになるかどうかってことでしょ、はい、あのクラッチとか踏みながらこうやるっていうことだよね。そっからが、そこが一番のあれでしたね、難関だった、うん、だって触ったことなかったですもん。聞く話みたいな知らない話だった。ペダルが3つみたいなうっかりね、こうやってそうそうでエンストでしたっけみたいな、そうか、そう、でも最短4時間で終われるものではあったんですけど。あ、そうなの、そんな簡単なの？そんなマニュアルも初めてだから4時間ではまず終わらなくて、うん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 、ちょっとまあオーバーして、うん、マニュアル終わらせてまたトラックに行くんですよね、うん、そっか。そう、え、トラックは何、そのもうマニュアルのトラックをやっぱ実車なの、うんうん、実車そうです、そうです、その教習所内を、教習所内を、うん、実車するの。じゃあ実際はさ、実際のこの道路には出てないの、その教習。そう、結局この解除の時はもうずっと教習所内でした。あ、そうなんだ、うん、じゃ あの実際もう普通のこう道路を走ったのは、自分がもう自分のサロンカートラックが、うんうん、あ、そうなんだ。でもあれもあれでこの教習所は後ろがあの別に箱乗ってないからうんうんうん、ないじゃないですか。あ、そっか。だけど自分のは後ろに箱があるので感覚違うよね、また違ったりとかして、うんうんうん、怖かったでしょ最初。ちょっと怖かったです、ね、だって大きいもんだってあれ、うん、大きい大きい、ねえ、うん、じゃあ大変。じゃあそれにさ、どんくらいかかったの、日にち。3ヶ月ぐらいは全部トータルで。やだそれ。 2、3いったんじゃないかなと思います、ね、うわ、費用もかかった、うん、結構だよね、うん、ぶっちゃけ13万ぐらい、13万買って、うんうんうん、オートマ限定解除と解除、5トン解除をしたってことだよね、うんうん、はい、あら大変だったね、うん、そこまでして。でじゃあ12月や、1、2ヶ月 3月ぐらいからじゃサロンカースタートしたの。いやそっから、あ、いやいや、そうだ、結局この私がちょっと考えてた初期費用がもう、うん、オーバーしたのね。そうですね、うんうん、この免許に行った部分もあったので、うんうん、この最初に車を紹介してくれた人がペンキ屋なので、うん、本当はこの人に外のね塗装をやってもらう予定 だったんですけど、うんうん、ちょっとそこを払えなくなったわけね。なんかね、うん、ちょっとってな、どうしようみたいな相談したら、うん、もう DIY で、うん、ローラーでこういうの今逆にそう流行ってるよみたいな感じで、うんうんうん、そうそう、あ、じゃあそれだったらできるかもみたいな感じで、うん、そう、そういうのを自分でやってたので、うん、そう、ちょっとまた3月から少し、うん、5月です、うん、やったのね、うん、あ、
5月に塗り出したってこと？あ、いやいや、5月に始動し始めた。あ、塗ったりとかね、うんうん、全部揃えてね。そうですね、そこまそれまでに終わらして、うん、それが何、去年の5月？そうです、今年の5月じゃないよね、うん、今年じゃないです、去年の5月。あー、なるほどね。どうだった最初、ね、うん、最初はあの西原にある、うん、なんか JA とかこう、うん、一緒になったところ、うんうん、なんかお祭りみたいなイベントみたいな、そうですね、うんうん、ファーマーズとなんか一緒になったところで、うんうん、あのデビュー戦、うん、そうそう、みんなまあ来てくれて、その時はもう、うん、そう一日埋まって、すごいじゃん、うん、でまたこの時にあれでしたよ、サロン会やりたいっていう人が一番、うんうん、あ、そうそう、来てくれて、その中の一人で、そうで、またこの人すぐトントンと、また耳つぼと、うん、この方はベッドが必要ないので、あー、そうか、そう、ちょっとちっちゃめですけど、でサロン会やってるの、やりました、すぐやりました。え、じゃあ最初ないサロン会やりたいので、うんうん、あの教えてくださいみたいな感じで来たんだ。インスタで見つけてちょうどみたいな。へえ、うん、まあそれぐらいの大きさでもよかったかもね、うん、だけどベッドが入んなかったからね。そうです、そうです、最初見た、結局ね、うん、そうだよね、よくやった ね、うん、ね、免許が一番面白いですね、私も 今になってはちょっと笑い話、まあね、そうだね、うん、まあ、笑い話で済むからいいけどさ、これちょっと大変なことになりかねないよね。ない、うん、これはちょっとある意味さ、うん、なんかそのほらみんな詐欺だとか言ってさ、うん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 、なんかそれに発展しそうなぐらいな、そうですね、うんうんうん、感じだって、大金だってさ安いわけじゃないじゃんよ、うんうん、何千とか何万円で買えるわけじゃないからさ、うんうん、それを結局ね、うん、あのまた免許取り直さなきゃいけないと、解除しなきゃいけないっていうのもね、うん、その自分の5トンっていうのをオーバーしてたとかさ、うん、そういうのも知らないで買っちゃったみたいな、本当に教えてくれなかったみたいなさ、そうね、半分半分ですよね、もう ね責任は。そうだよね、うん、でもそこにじゃあ、ベッド入れたりとか、うん、その中はあんまりこう初期費用はかかんなかった、初期費用っていうか、その改装っていうか、なんかかかんなかったの、うんうん、そこは、うん、もう用意、そうそうそう、もう持ってたからっていう感じ、うん、そうですね、うん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 、壁紙貼ったりぐらいで、あとはもう、そうそう、ベッドだったりとかをもう自分がもともと持ってたの設置した感じだったので、ほとんどそれはかからなかった。いや、床は確かにやってもらいました、うん、床とこの、うんうん、台みたいなところ、そう、床なんか貼ったんだ。そう、床は貼ってもらいました。なんかもう、うん、あれだったので、うんうん、鉄筋じゃないけど、なんていうんですかね、うん、なんかわかる、鉄板、鉄板じゃ、そうそうそう、鉄板じゃないけどさ、なんかトラックの、うんうんうん、もう土足で踏み入れてもみたいな、うんうんうん、あんな感じだったので、木の、もう、それさ、はい、でもねえ、なんだっけ、エアコンがついてたってことは、うん、どういうこと？エアコン、あ、がついてた。最初ブレーカーとかもエアコンとかも電気系統はついてて、で元々はあの NTT の通信社だったとらしいんですけど、うんうんうん、そうそうそう、だからあの多分なんか言うにはこうどっかに止めて、中でこうパソコンとか機器をこういろいろいじったりとか、人がその中で作業してたんじゃないかとかって言ってました。あ、荷台の方でね、うん、荷台の方で、だからエアコンとかもなんかスパイみたいのだよ ね、なんかね、うん、よくあるよね、スパイみたいな映画とかでさ、うん、あ、あの後ろにいろいろこう機器積んで、うんうんうん、そんな感じですかね、うんうんうん、そう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 、だから機械があるからもう あんまり熱くなりすぎないようにエアコンとかあったのか分かんない、人がまあなんかやってたんじゃないみたいな言ってましたけどね。まあそれはまあ、エアコンついてたからよかったけどさ、そのエアコンもちゃんと使えるんだ、うんうん、あ、使えましたよ、そう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 、全然使えました、うん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 、まあね、そういうこともありあるというね、うんうん、だ、うん、でも、まあ、簡単では簡単ではないよ ね、 でもそれで結局、去年のじゃないちょっとごめんね、むせちゃった、うん、そうですね、そうそう、去年の5月にデビューして、もうイベントがね、イベントで顔を知ってもらって、こうそう売り込んでいってた感じなんですけど、うんうんうん、まあ、北部とかだったら名護とか行ったりとか、うん、
ね、あちこちだ本当に。そうですね、そう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 、いろんなイベントに出没してました。キッチンカーに紛れて、うん、まあ有名にはなるよね。そうですね、うん、結構知ってるって、あのなんだろう、うんうんうん、そういうとこに出てるとほら、うん、あの結構イベント的には同じ人たちが出たりとかしてるじゃん。そう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 、だから、はい、あこの間あそこの 何、うんうん、何でいたサロンカーみたいなさ、ね、とかね、うんうん、そう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 なるし、うん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 、じゃあ結構その何あの例えばイベあのその例えば呼ばれて、うん、そのサロンカー的に行くんではなくて、うん、そのイベントに、うん、そのキッチンカーが出してるみたいな感覚で出してた感じ、うん、そうですそうです、うんうん、まあ、インスタでこうあのこう募集してますっていうのに私が応募して、うん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 、あそっかそっか、そうそうそう、うんうん、枠が空いてたら、まあ、リラクゼーションで、まあ、ちょっと私は特殊だから、うん、こう車ですけどとかって言って、うん、そのためそうそうそう、普通はみんなリラクゼーションはねベッド出してるんですよ、テント置いたりとか、うんうんうん、ベッド置いてたから室内とか、そう室内と野外に分かれてあるイベントとかもあるので、うん、だけど私はもう一言入れるんですよ、移動式で、ね、あのボディケアやっててサロンカーでって言って、うん、大きさが差が急にそうそうそう、大きさも大体聞かれるから、うんうん、そうそうそう、でって言ったら、うん、キッチンカーもいるのでやっぱり大体 OK なんですけど、うん、そうそうそう、そっか、キッチンカーが入ってれば、うん、そういう車系も入れるんだ。そう、そうです、まあ、そうだよね、うんうん、だってなんかほらテントがいっぱいあってるとこに、うん、ああいうトラックがボンじゃなくて、うんうんうん、キッチンカーが入ってたり、まあ、そのまま、うん、そう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 、へえすごいね、やっちゃいましたよね、なんかやったよね。でもどうだった、それ最初やってさ、うんうん、多分これ聞いてる、ね、方たちももしかしてなんかそういうのやりたいなとか、うん、何かやりたいけど、うん、ちょっとこう背中を押してくれる何かが欲しいなとかさ、うん、思ってる人たちっていっぱいいると思うの、うんうん、でもそのマキちゃんなんか結局、ね、そのあんまり聞いたことないなんかサロンかっていうのをやりながら、うん、そしてあのそれから免許を取るとか、ね、うん、なんか普通の感じのこうトントン拍子ではなかったじゃん。ではなかったですね、うん、でも何かが良くなるときとかステージアップするときって、うん、やっぱりトントン拍子で行ってたものも、うん、あの途中でなんかそれこそよく、 あのよく皆さん言うさお試しがあったりとか、うん、なんかそういうのもあるじゃん、でもお試しされた感じですよね、うん、もうそこで乗り換えられるのかみたいな、うんうん、だからさ、やらない人はもう嫌だってやめちゃうと思うよ。いやもうだからやめようかなっていう想像した時に、うん、もう無理だと思いました。それは無理、うん、あのだからやめん、うんうん、そう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 、うんうん、やらないのは無理、やらないこの 2,3 ヶ月後の自分とかってうわーみたいなでしょう、うん、やだよね、ね、うん、だからどうしようと思いましたよ、それ、うん、はい、なんか自分がこれやるって言ってさ、サロンでも何でも今度こういうのやろうと思ってって言った時に、うん、何かがこうあった時なんかそこで自分が止まることとかさ、うん、どうしようって思うんだけど やめるのをどうしようじゃないんだよね、うん、何をすればいいのじゃあみたいな、どうやったらやれるんだろうみたいな、うん、だよね、うん、でそれでそうマキちゃんとなし私も先の例えば何ヶ月後にやってない自分がいたとしたら、うんうん、それが嫌なのやっぱりねえ、うん、もう車もあるのに売るの、うん、みたいな感じだし、うん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 、しかもみんなにもう公言してるから、うんうんうん、だからある意味あれだよね、うん、なんか根性もんだよね、うん、うん、だからマキちゃんさ、なんかマキちゃんって一人っ子なんですよね、うんうんうん、はい、だけどなんか最初から私多分ねマキちゃんに出会った時に言ってたと思うけど、うんうん、結構なんていうの、あのなんかこう芯があるっていうかさ、はい、そのほらあの根性があるっていうかさ、うん、そのあのまあ、ちょっとやそっとじゃ負けないというかさ、本当ですか、うん、なんかそういうのはすごい感じてたんです。で見た感じはあの知ってる人は知ってると思うんだけど意外にこうほわんとしてんだよね、うんうん、だいたい、うん、ね、言われるでしょ、おっとりしてるねとかほわんとしてる、おっとりとかなんか、うんうんうん、そう思うんです。悪く言えば呪い自分で言っちゃったいや私もね めっちゃマキちゃんにさ、そのさおっとりしてんのがさとか言いながらさ、うんうん、言ったりするけど、はい、だけどなんか芯があるからそのおっとりもこう、うん、あの平気なんだよね。どうあの芯がないおっとりってもうさ最悪なのよねあの芯がないおっとり、うん、ただのおっとりみたいなまあそりゃそうかでもそうじゃん、うん、うん、だからいいよその性格でいいよねっておっとりしててっていう場合もあるけどさ、うん、はい、仕事となったらさやっぱりそうはいかなくなっちゃうじゃん、うん、うん、おっとりしてていいよっていう仕事が何があるのみたいなさどうあるのないでしょペット系とか違うか、
ペット系おっとりしてても困っちゃうよね。なんかほら困るか、うん、ペット相手だし、そう相手だし生き物相手だしさ、生き物相手、うん、そうですね、うん、じゃあかといってさ IT 企業でおっとりしてても困るしさ、うん、じゃあサラリーマン会社員でも困るじゃん、おっとりしてた、うん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 、じゃあサロンのセラピストさんでもさ、おっとりしてるわなんかここに来たら癒しみたいな、うん、そういうのはいいかもしれないけどさ、うん、あの実際施術に入ったらさ、うん、着替えてる時トントントンお客様ご準備はできてますかみたいな、それ困るじゃん、うんうん、私あれだよ、あのこれあの神奈川 の、うん、その自分のほらあの本当にマッサージ上手で行ってた、はい、あの S ちゃんっていう人がいるんです、うんうん、マキちゃん会ったことあるよね、はい、うん、そこはねあのおっとりしてないんだよ、彼女おっとりしてないんだけど、うんうん、あのなんだろう、このお客様に来たら丁寧なの、すごい、はい、しっかり丁寧なのよ、うんうん、丁寧で、あのきっとこのお客様来たら私のところで癒されて帰ってくれたらいいなっていう思いでやってると思うの、うんうん、ね、はい、うんうん、そこに行った時におっそとか思ったね、私時間ないからさ早くさマッサージしてほしいんだけどみたいな感じだったの、うんうんうん、で最初だけだったらさ分かるじゃん、なんかなんていうのかな、このあの最初カウンセリングで、うんうんうん、はい、どこかおつらいとかありますかとかさ、はい、それはいいからさ、じゃ あの肩とか背中もパンパンでとか言って、うん、足がむくんでてとかさ、うん、そういうのはいいけど、次回に行った時もそれだったりとかして、うん、うん、それはさすがにさそのさ先生に言ったあの時間ないから早くしてくださいって言っただけど待ちきれない、待ちきれない、だけどさ時間があってたっぷりなんか癒されたいなとかさ、なんかこうストレス解消したいなと思って、はい、あのゆったりしたいなとか思ってるお客さんにはいいと思う、うんうん、そういう人、確かに、うん、だってほらせかされるようにさ、そうですね、もうリラックスしに来てるもんですからね、そうそうそう、うん、だからある意味さ1日ぐらいいっちゃってもいいなぐらいのさそれぐらい癒されるじゃないの、 うんうん、そこに行ってると、そうですね、そうそうそう、うんうんうん、で私なんか結構言っちゃってさ、うん、そしたらもうその S ちゃんはさ、うん、あはい分かりましたみたいな感じでやってくれたけど、うんうん、はい、いや時間ないんだよなと思って、喋ってる時間ないんだよとりあえず早くマッサージしてみたいな、うんうんうん、でもなんかそれは癒してこの人に癒してもらい、いや癒されて帰ってもらいたいっていうから、その丁寧、うんうん、そうですね、そう、そして丁寧な人だからね、うん、だけどさ全部が全部おっとりしてる人だったらさ仕事って成り立たないと思うよ、なるほど、うん、あるだからやるときはやる、おっとりするときはおっとりするじゃん、うん、よし、そうよしでもだからそこに芯があると、うん、なんだろう、なんかいいんじゃないかな、そのほらあの 見えてくるっていうかさ、うん、その人のやりたいこととかさ、うん、うん、だってマキちゃんのさ あれなんですよ、皆さんマキちゃんってみんな多分周りの人たちが、うん、マキちゃんとならとかマキちゃんが言うんならみたいな人多いよね、どうそうですかね、うん、多いんじゃない、結構周りにいる人たち、うん、うん、どうだろう、うん、うん、そう、それってやっぱりこのマキちゃんのもともとのこのちょっとおっとりしてるような性格とか、あとやっぱ芯があるところとかそういうのが分かってる人たちな感じしない、なんかマキが言うんならとかさ、うん、それだと嬉しいですけど ね、うん、ね、だから、うん、まあね、ちょっとこのサロンカーで、うん、それが買ってから免許を取り、ね、これじゃいけないっていうのが分かってやったこと自体がもう根性とかさあるから、芯があったりするから、うん、多分ない人できないよ、いやもうだから黙って運転することもできたはずだけど、もう絶対またね、うん、それも違うし、いやそ黙って運転することできないでしょ、いやまあで、まあ、できないですよ、まあ、できないからそうそう、うん、通ったんですけど、うん、そうそうそう、うんうん、ね、まあでもそうやらない未来の方がなんか無理かもみたいな、そうだよね、うん、でとりあえずやってみようっていうのもあったし、まあうん、まあ、やりたかったことだからね、でとりあえず、まあ、やったじゃん、うん、でその後はどうだった、そのほら、うん、まあ、楽しかったりするじゃん、やっぱりこのやっとやれたみたいな、うんうんうん、でね、なんか人にはやっぱりこう、あ、ま、すごい珍しいとかね、うん、いろいろやっぱり言ってくれる人とか、結構イベントに出ると珍しがられたりとか、そうだよね、そう、実はこういうのやりたかったんですって言われることがやっぱり多くて、うんうん、あ、意外とそういうちょっとなんか変わってんのかなと思ったけど、うんうん、やりたいと思ってる人がいるんだっていうのも、うん、そこも発見だったりとか、うんうん、そうだ ねとかして、まあ、そうそう、嬉しいのもありつつやっぱり大変なところもだいぶあるっていう、うんうん、そうだよね、うん、いや大変だと思うよ、そうですね、あれ1台所持するっていうのは、うん、所持すること自体で大変じゃん、うんうん、やっぱり、ね、
そうだし、やっぱりリラクゼーションとのこの、まあ、融合じゃないけど、こうっていうのでちょっと大変なところとかもいろいろメンテもだし、やばい、そうそう、今でもやっぱり やりたいと思ってるんですけど、相談したいんですけどみたいな、あの DM とかで来たりとか、こうたまたま会ってそういう風に言ってくれる方もいますけど、まあ心の中では大変だぞと思ったそんなんかおかしい、いやだいぶ いや大変だと思うよ、大変だぞと思う、うん、だみんなさ、あの夢があるから、夢、そうそう、あのセラピストさんとかってさ、もうこれぶっちゃけ本物なので、うんうん、あのぶっちゃけるけど、私も散々やってきたからさ、はい、あの夢があるのよ最初は、うん、私も最初山木ミシヤさんから始めてさ、これで絶対に女性の骨盤内を温めて、うんうん、全ての女性の健康をとかさ子宝をとかさ、うん、思っちゃう、熱量も、はい、あるよね、うん、だからよもぎ虫いいんですよ、いいんですよ、いいんですよ、うんうん、ってうちのハーブはなんとかでってさ、うん、もう本当にいいのってね、うん、それをそうなんだけど、うん、そうするとさ、やっぱりそうですよね、よもぎ虫いいですよね、だ多分そサロンか、そうなんですか、やっぱりやりたいですみたいなさ、うん、だけど、うん、そうそうそう、はっきり言って大変だぞ、大変だぞと思いな免許こっちは取ってんだぞみたいなまあそれはまあその人のやりたい車にもよるかもまあそうだけど ねわかるよ、それ。そう、多分ね、これあの今日セラピストさんとか、あの自分がほらこういいよねって始めたばっかりの人にはさ、多分あの本当にこれ言ったらちょっと夢崩れちゃうかもしれないけど、あの何言ってんのってね、私はこれでやっぱりいいみたいな思うかもしれないんだけど、あの本当に大変なのよ、もうもうそこに直面した時点でもうなんか、そう、そうだよね、うん、まあ、強いて言ってあげるならさ、そのトラックじゃあ5トン以内にしておく方がいいですよってさ、あとかね、そう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 、そういうことだよね、はい、私、そう、一番最初のデビュー日に、このサロンカーやりたいですって来た人にはもう言いました、言うよね、私の免許もこうだったんですよとかって言って、そこ気をつけてくださいよとか、うん、そうだよね、私もだって言うもんね、よもぎ虫だけだったら無理ですよって言っちゃう、ですよね、そう、ちゃんとやっぱり、はい、あの最初はさ、その利益とかさ、そういうのを求めないんだよね、も本当は欲しいんだよ、本当はあった方が絶対いいんだけど、この人を癒してあげる、それが私の使命ですみたいなさ、あのそれぐらいだからみんな、はい、でそれでほらやっぱりさ大変になっちゃってさ、結構沖縄なんかすごく思うのはやっぱりお値段が、価格が安くしないといけない、本当サロンさん安いのよ、やっぱり、そうですよね、メニュー安い、うん、そう、だから私なんか特に内地でやってて、あの例えばあの、まあ、ハイパーナイフとかやってたけど、はい、全身2万6000円とか、ね、あの1時間半とか、それぐらい3万とか、それぐらいなものがやっぱり1万円とか1万5千円でやらなきゃいけない事実っていうのがやっぱりちょっときついなと思った、で こっちはやっぱりあの有料サロンになってるから、そのメーカーさんとの契約もあったりして、この値段を崩しちゃいけないとかさ、だから同じことをやってて、同じ施術をしててもやっぱ同じ料金が取れないっていただけないっていうのがやっぱきつかったりとか、きついですね、きついよね、だからサロンカーなんてさ、やっぱりこの維持費が大変じゃん、はいはい、維持費、そして動かすのにやっぱりその維持費の中にガソリン代だとかさ、いろいろこう入ってくると、まあ、駐車場もそうだし、はい、そしたらやっぱ大変だよねと思うよね、そうです、だから大きいお家でね、そこに敷地があってそこに止められるとかね、ガソリンをお父さんのカートで買えるとかね、そういうんだったらさいいけどさ、本当に趣味でやれたらじゃないけど、そうだよ、本当趣味で ねあのやっぱりどうしてもやりたいことは趣味でやるのが一番なんですよ、っていうのを毎日話してますね、してるよね、そう、私だから本当に趣味で、あのサロン やった方がいいよって言われた時に、どうしてもエステサロンやりたいんだったら、私2年前にエステサロン辞めてますが、あのそっか、趣味でやれたらいいんだよなって、私マキちゃんにも言ったのね、言ったよね、趣味でやれたらよくないって言って、そうですね、だから一番最初にそうそうそう言ったよね、そしたらさ、なんだろう、この気持ち的にも余裕ができて、だって趣味だから本当に、ね、このお客さんにもいいものを適正価格で出せると、なんかこう、あのこれも本当は安くしたくないんだけど、もうちょっと値段下げなきゃいけないかなとか思いながらとかじゃなくて、適正価格で出せるとかさ、なんかそういう方がさ絶対よくって、なんか生活のためにみんなほらサロンとか、マキちゃんもそのサロンカーもそうだけど、
生活だけのためじゃないよ、うん、その相手の人を癒してあげるためとか、うん、はい、改善させるとかね、させてあげるとか、そういう風のためもあってやるんだけど、うん、それがさ、本当大変になってきちゃったら絶対違うんだよね、うんうん、そうなんですよね、うん、心の余裕も持ちながら、そう、そう、あの心の余裕って絶対大事でさ、うん、でもさ、その心の余裕もさ、うん、やっぱりあるものがないと、うん、そうですね、そう、うんうん、だからそれもあの変な方法であるものをね、うん、収入を得るとかじゃなくてね、うん、ちゃんとした正当な方法で、まあ、皆さんほらあの仕事をしてね、うん、収入を得てるわけだけどさ、はい、あの大変にもう一つの自分の趣味である、うん、まあ、私の場合はそのエステサロン趣味でやった方がいいよねっていう話、うん、そうですねって言って、はい、あのまあ去年12月にサロン出したけど、結局エステサロンじゃなくて、うん、はい、ね、コミュニケーションサロンになったけども、ね、はい、まあ、今楽しいもんね、やっぱりね、なんかみんなでワイワイしながらね、そうですよね、そう、さっきもすごかったもんね、うん、もう本当に盛り上がりが盛り上がっちゃってね、はい、もうすごい盛り上がりでね、もう皆さんに来てほしいですけど、うん、でそこでもうマキちゃんを私巻き添えにしてるので、そのサロン館の話もあのところどころ聞いてるんですが、うん、そのマキちゃんがあの今他の人に聞かれたら、うん、あの気持ちの中じゃ大変だぞって思う本当に言葉に出てるかもしれない大変だぞ、いや出るよ、うん、うん、でもさ、それが私本当のことだと思うから、うん、この間も、はい、その趣里の方のね、うん、サロンに来た女の子が、うん、マキちゃんの知り合いだったっけ、うん、そうだよね、うん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 、彼女がほら、今の仕事を辞めて、うんうんうん、エステサロンオープンしたいんです、うん、なんて、そうなんだとか言って、うん、これどうしたらいいですかなんて言ったら、うん、いや大変だよってはっきり言っちゃうもんね、うんうん、本当に大変な、ね、思いをしたり、うん、経験をしたりしてるから、そうそう、うん、だからその大変の度合いがさ、うん、どこが大変って人によって違うと思うんだけど、うん、多分私相当根性とかあるの、うんうん、が大変と言ってんだから、うん、本当大変だと思う、うん、そうですね、そうそう、うん、そう、うん、だからね、なんかもうこの人生100年時代というこの時に、うん、なんかうまく話がまとまりそうな感じなんだけど、時間が来て、はいはい、うん、あのいいことを、うん、いい風にだけではなくて、うん、やりたいことを有意義にするために、はい、また、うん、あのしっかりした、うん、皆さんが喜ばれるようなことをしながら、うん、まあなんだろうな、全部がいい風にいったら一番ベストじゃん、はい、うんうん、だけどその全部がいい風にいくのってやっぱそう簡単ではなくて、さっき言ったそれこそお試し来たじゃないけど、うん、あったりするけども、はい、でもそこをやって乗り越えたから、マキちゃんもそのサロンカーを出せたわけだし、私もエステサロンどうしよう、やめようかなと思いながら、うん、ね、だって結構そこも借りてたしさ、うん、エステティシャンね、お金払ってたりとか、もう大きいマシンも買ってたからお金もかかってたけど、思い切って辞めて2年間、うん、もう茶炭で、うん、マンションで、みんなで、はい、その今やってることをこう、はい、みんなでワイワイやりながら、その間ってやっぱりいろいろあったしさ、うん、うん、だけどなんか一人じゃなくてみんなでやるっていう、はい、うんうん、だからさっきね冒頭にお話ししたけど、はい、どこで誰と いるかとかね、うんうん、どこで誰と何をやってるかっていうのがすごい重要だなって、うん、そうですね、うん、で一人じゃないからみんな、うんうん、一人でやるね、もうまあそうかな、ワンオーナーのね、うん、エステサロンさんとかだったら、まあ、お客様もいるけど、うん、施術してるのはもちろん一人なので、うん、経営も、うん、そこだとちょっと苦しくなっちゃったりとかすることもあるかもしれない、今の時代はね、うん、大丈夫ようちはっていうところはそこでいいでしょうけど、うん、だけどみんなでね楽しくやりながら、いい風になってたらいいなっていうのすごく思いますよ。でマキちゃんとかさ、なんかあれだよね、マキちゃんの今私と一緒に仕事をねもうしてるんだけど、サロンカーの他にね、はい、結構なんかさ、はい、周りお友達の人たちなんか一緒にやりだしてるよね、うん、そうですね、うんうん、ちょっとつながってきて、うん、そうそうそう、共感し合ってるところとかが ね、うん、あれ皆さんさ、サロンカーに来てた人とか、はい、いや意外と違うかもだよね、うん、それ不思議だよね。そうですね、うん、またサロンカーとは別の、うん、まあ、美と健康は変わりないけどさ、うん、コミュニティとか、はい、うんうん、またちょっと違う感じの、そうですね、本当にさ、出会いとか、うんうんうん、でもね、またこっからまたどんどんまたね、うん、そうそうそう、今日もまた ね、 今日もね繋がったりとかして、めっちゃ盛り上がっててね、ね、本当にね、うん、
まあ、こんなお話を今日はマキちゃんと じっくりというかマキちゃんのまあサロンカー話ではまた大変だぞということで大変だぞっていう、うん、そこでお話はまとまりそうなので、うんうん、またじゃあ、次回は今度マキちゃんの、うん、あそっか今日あれ宣伝したかったけどまあいっか生放送で宣伝しよう。そうですね、うん、生放送で湧いた話を、うん、そうそう湧いた話をしますので、はい、皆さん今日もありがとうございました、はい、ありがとうございます、うん、はいさようならっていきなり終わっちゃうのね。あさようならまたよろしく。